何を作りたいんだ? また来てくれよな。 何が必要なんだ? またいつでも来い。 何を作りたい? また来てくれよな。 てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ! どうしようもなかったんだよ! よせじゃ! 伏せろ! あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ! しかも俺たちには興味を示さない! あいつをうまいこと利用できれば 俺たちはここから脱出できる! これで脱出できる! 行こう! あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。 本部周辺の安全は確保できたかな? よろしくな! 私も行こう! やっと、すげえな、あの巨人! まるで怒ってるみてえだ! みんな! 今がチャンスだ! 補給が終わった人から壁上に撤退しよう! せ確認向かいます誰か巨人を追い払ってくれないか本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ分かったやってみる討伐完了 無事に拠点ができたよ ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう あの巨人は… 一体何なんでしょうか? 何って、貴公子だろ! ああいう奴もいるんだな よろしくな! わかった! 始末してやる、片付けよう
天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。次だ。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。こんなもんか。やるよ。ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を敵像に誘導してくる。君は本部の様子を確認してきてくれないか。これで撤退が楽になるはずよ。こんなもんか。さすがに力尽きたみてえだな。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。
これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。エレンはすぐには動かせそうにねえ。俺たちで巨人を何とかするぞ。アニ、よろしくな。私も付き合おう。エレン、ついてこい。同行するぞ。しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。僕も一緒に行くよ。何がどうなってく。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。よろしくな。助けに行った方がいいね。やるよ。ゲルドルト、よろしくな。片付けよう。じゃあ。逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。いい動きだな。だが無理はするなよ。拠点を作ってくれ。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。ダイナ、よろしくな。ああ、任せんな。ベルトルト、しっかり頼むぜ。すまない。いえ、あの巨人だったとは。ライナー、そうだよ。エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。よし、今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。